ゼロ戦に？こんなとこで何してんだってばよ。ナルト、お前は秘密を守ることができるな。いきなりなんだってばよ。秘密を守ることができるな。まあそれなりに。ならばちょいと手伝ってほしいことがあるんだがの。嫌な予感。手伝えばいいんだ。まずはこれを受け取れ。サイン付きイチャパラ。そうだ、わしのサインが付いた超レアなものだぞ。いらねえ。それはイチャイチャシリーズグッズの購入者に抽選で当たる代物での。それを俺が届けるの？その通りだ。演習場にいる当選者のもとに無事に届けてほしい。無事にって大げさだな。何を言う、わしのサインは超レアなのだぞ。いつどこの不届き者がその本を奪いに来るか分かったもんじゃない。ええ、分かったってばよ。とりあえずこれを届けてきてやるよ。悪いな、わしはちょいと野暮用があるんでな。後のことは頼んだぞ。さっさと終わらせるか。屋敷の中から聞こえたってばよ。わい！エロ仙人？ナルト！そいつを倒せ！え？早くしろ！あ、オース！
ってば、人形じゃねえか。そっちも終わったか。ねえ、ばあちゃん、これってばどういうことだよ。ちょっと、術の開発に失敗してね。術の開発？とある忍びの木遁忍術と私の幻術を組み合わせ、真術を作ろうとしたんだ。どうにも組み合わせが悪かったらしくてな、何度やっても制御できないんだよ。ったく。そんじゃ、さっきのエロ仙人は幻術のせいでエロ仙人の姿に見えてたってのか？その通りだ。木人形に近づくと幻術が発動し、まるで本物の人間のように見えてしまう。だからさっきエロ仙人を倒した後、術が解けて木人形になったのか。でも、もう木人形は倒したし、大丈夫だよな。次は失敗しないでくれってばよ。いや、そのだな。実は、すでにいくつもの木人形たちが周囲に飛び出していったりするんだな、これが。だ、安心しろ。すでに討伐部隊を向かわせた。いやいや、そういう問題じゃねえ気がすんだけど。というわけで、ナルト、お前にも同様の任務を与える。いきなりだな、ばあちゃんってば。いいか、お前はこれに書かれた木人形を倒してこい。それがお前の担当分だ。あのさ、俺の担当分だけでも結構な量なんだけど、ばあちゃんってば、何回失敗したんだよ。うるさいよ。さあ、さっさと行け。了解だってばよ。私に言いたいことがあるのか？私はその忙しいんだ。なしなら後にしろ。さてと、引き受けたはいいけど、この任務ってばかなり時間がかかりそうだな。明日からじっくり進めていこう。焦っても失敗したら意味ないし。何しよっかな。ナルト、どうしたの、さくらちゃん。なんか急いでるみたいだけど。綱出師匠からカカシ班に緊急招集がかかったわ。何か良くないことが起こったみたい。良くないこと？今はとにかく師匠の部屋に急いで。カカシ先生はもう来てるから。一体何事だってばよ。
さすがにその姿だったらお前が木人形の偽物だってすぐにわかるってばよ。残念だったな。あっという間に倒してやら。そう倒そっかな。へへ。Time!
へへへ、さすがにその姿だったらお前が木人形の偽物だってすぐにわかるってばよ。残念だったな。おばあちゃんが言ってた特徴と合ってるってばよ。お兄ちゃんは誰？たく、お前のばあちゃんすげえ心配してたぞ。うん、僕もおばあちゃんを探してたんだけど全然見つからなくて困ってたんだ。やれやれ、とにかくばあちゃんとこに連れて行くか。落着だってばよ。へへへ、さすがにその残念。
さあ、そこだ、そこだ。イベントをやってんだが、兄さんも挑戦してみねえかい？イベントってどういうことやってんの？なに、俺の子分たちを相手に勝つか負けるか、それだけのことよ。挑戦してみよっかな。おっと、勇気ある忍びの参戦だな。それじゃ早速始めるぜ。とにかく目の前にいる奴らを全て倒せばいい。途中で棄権したり戦いに負けたりしたら、その瞬間にイベントは終了。兄さんの負けだ。俺は絶対負けねってばよ。さあ、その口が本物かどうか見せてもらおうか。それじゃ開始だ。Ah!
さ。戦車がいるらしいけど、ナルト君、こんなところで何をしているのです？ん？むっつりスケベじゃねえか。あのさ、実はこの本を当選者に届けに来たんだけど。急に叫びたくなりまして。それこそ私が当てたイチャパラサイン本、グッズを全て集めた甲斐がありましたぞ。しかしナルト君が持ってくるとは全くの予想外。これはどうしたものか。どうも当選者はいないみたいだな。仕方ない、これは持って帰るか。ちょっと待ってください。なんだってばよ。持って帰るですと？いけません。そんなハレンチな本。いや、俺はエロ仙人に返すだけで。それは私が持っていきましょう。本当はこんなことしたくはないのですが。君が危険な道に足を踏み入れるのを阻止できるのであれば、私は涙を飲みましょう。これは仕方がないことなのです。わかりますね、ナルト君。さあ、それは私がいただきます。おっと、変な誤解はやめていただきたいですな。まったくなハレンチなもの。しょうがないですな。むっつりスケベ。